はい、それではモーツァルト、歌劇フィガロの結婚序曲3回目の解説を始めていきたいと思います。今日はですね、156小節目から残り全部までの解説となります。はい、再現部になるんですけれども、まあ、再現部の始まりは139小節目からになるんですけれども、ここからの17小節間は、冒頭と同じ部分形になりますのでね、ここはもう、割愛させていただきます。はい、それで156小節目からなんですけれども、ここからちょっと違うのは、その次の小節ですね、その最後のこの小節がこのギズになっています。今まではゲーだったんですけども、ここは最後だけギスになります。ここの違いを必ずチェックしていただきたいと思います。まあ、でポジションはですね、もうここから、第3ポジションに移っていただいても構いませんし、あるいは、ゲーセンに移ってハーフポジションで取っていただいても構いません。はい、そして、その次ですね、159小節目からのこの2小節間にかけては、ここまで、でその次の小節のゲーとフィスが出てるんですけども、ここは必ず第2ポジションで 4-2 で取っていただきたいと思います。ここはもう、絶対この解放で取るということは絶対ありえませんのでね、必ずここは同じ米線で第2ポジションで取っていただきたいと思います。はい、そしてその次の161小節目で、ここも、どうするかの非常に判断が分かれるんですけれども、まあ、できれば、アーセン全部全てアーセン1本で、もうこの次この、3拍目にかけてからのこの、ディスとチスのこの、この形が出てくるんですけど、ここを、まあ、できれば、同じポジションで、ね、このような形で、すべてアーセン1本で、取っていただきたいと思います。で、その次の162小節目はもうそのまま、同じ、すべて第1ポジションで取ることができます。そして、最後のその次の163小節目は、先ほどと同じ形になりますので、この形になります。で、あとはもうアーム刻みになっていきます。はい、ここまでよろしいでしょうか。まあ、ちなみに161から1からもう1回いきますと、まあ、このような形になります。で、最後のこの、ギスは、まあ、先ほども、言った通りに、こちらで、ハーフポジションで取っていただいても構いません。はい、ここまでよろしいでしょうか。あとは6小節間、アームの刻みが続く形になります。で、そして、179小節目以降もほぼ、再現部になりますので同じ形になります。で、このアートでは、ここはもう確実に、同じポジションで取れるように、もう、第3ポジション、あるいはもう第4ポジションで 1-1 で取っていただいても構いません。はい、そしてその次の186小節目からなんですけれども、ここももう第3ポジションでもう同じポジションで取ることができます。その後の、杖まで、第3ポジションで取ることができます。で、そしてあとは、194小節目から にかけてなんですけれども、4小節からアーの刻みがありまして、もうここももう普通にオーソドックスに第1ポジションでここまで取りまして、あとは、その後のフレーズが出て、もうまた同じ形が出てくるんですけれども、第1ポジションを中心として、取ることができます。で、206からなんですけれども、ここは今第3ポジションで取りましたけれども、もう第1ポジションで同じ、形で取っていただいても構いません。まあ、どちらで取るかっていうのは、まあ、判断していただけたらと思います。ただ、ゲーを開放で使うときは余韻が残りやすいので、そこだけの音の処理だけ注意していただきたいと思います。はい、そしてあともこのチスからのチスでのこの形はもう 2-4 でも構いませんし 1-2 でも構いません。はい、そして、その次ですね、215ですね、
215位からの、まあ、できれば、まあ、今、全てゲーセンで撮ったんですけども、音程に自信があるっていう方は、今の、全て、もうなるべく開放を使わずに、抑えて、聴いていただきたいと思います。で、そして220小節目からはもうほぼ、同じ形が出てきますので、全部押さえてやってますけれども、まあ、できれば、まあ、こうやって押さえて、弾いていただいて、しっかりとした音程を、把握していただくという、ことになりますので、まあ、開放でと使っていただいても構いませんけれども、まあ、できれば音程に自信がある方はもうなるべく押さえて、弾いていただきたいと思います。はい。そして、ここまでが再現部という形になります。で、236小節目からあとは集結部になっていくんですけれども、まず最初のこの、全て、D の、四分音符単位の刻みが出てくるんですけれども、まあ、12小節間、同じ形が続きます。で、最初の8小節間まではピアニッシモになりますので、なるべく少し、短めで、羽音を使いまして、まあ、なるべく少し音の長さを少し短めにしていただいて、ピアニッシモを強調していただくということ形になります。それが8小節から続きまして、で、そして、9小節目からの最後のこの4小節間にかけては少し、弓の、使う毛の量を増やしていただきまして、まあ、このような形で、量を増やすことで、徐々にクレッシェンドを強調するという、形になります。で、あとはですね、248小節目からにかけてのここも、まあ、ハネームを使っていただきまして、フォルテまでに持っていくという形になります。はい。そして、252小節目からにかけてはここも、もう第2ポジションで取ることができます。で、D は開放で取っていただいても、合わせで、押さえていただいても構いません。で、そして、256小節目からにかけては、ま、ここも、ま、ちょっとポジションの跳躍はいちいち いるんですけれども、ま、全て、D 線で、取ることができますので、まあ、威厳を、威厳はなるべくしたくないという方は、まあ、今のような形で押さえていただいても構いません。で、あるいは、もう楽々もうポジションを移動をしたくないという方は、まあ、こちらの今みたいに第一ポジションで取っていただいても構いません。はい。これが、続いていきます。そして、その後ですね、262小節目、261ですね。261のこの、デイドアのこのスケールの加工音源なんですけれども、もうこれも基本のような形で、もう最初を第3ポジションで取って、あとは第1ポジションになりますね。形になります。はい。そして、その次の263小節目のこのトリルなんですけれども、まあ、ここもトリルをまず、1、2で、で、やるのか、あるいは2、4でやるのか。まあ、跳躍を優先させたいという方は2、4なんで、2、4をお勧めしたいんですけれども、まあ、ちょっと1、2よりも少し安定感はなくなります。ちょっと弱くなりますので、しっかりしたトリルが欲しいという方はあえて 1,2 でやっていただいても構いません。まあ、これも、どっちを1回やりやすいかというのは、まあ、それぞれ差がありますので、ね、そこも、各種で判断していただきたいと思います。はい。そして264小節目から、にかけては、今説明したところと同じになりますので、ここも割愛させていただきます。で、最後の284小節目はもう、以降はもう最後のフィナーレに持っていけるように、一音一音しっかりした音で、羽弓で刻んでいただきたいと思います。はい。最後の、最後の5小節間もで、最後だけ2分音符になりますので、その長さだけ、注意していただきたいと思います。はい。
ここまで、最後まで説明させていただきましたけれども、いかがでしたでしょうか。特に、かなり難しい部分がたくさんあるんですけれども、特に冒頭の部分とか再現部の、この、全体の弦楽器のユニゾンの、メロディーがポイントになってきますので、そこを中心に練習していただきたいと思います。前も説明した通りに、まず、いきなり、初めてやるという方はいきなり、その指定のテンポで、弾くことはせずに、ゆっくりしたテンポから練習していただいて、徐々に、地道にテンポを上げていくという、そういう練習を、心がけていただきたいと思います。はい。モーツァルト、カリキ・フィガロの結婚、重力の解説をこれで終了いたします。どうもありがとうございました。